日本神奈川県横浜市鶴見区末広町。末広町は神奈川県横浜市鶴見区の町名。住居表示は未実施で1.2丁目のあざ町目が設けられている。郵便番号は230-0045。鶴見区南部の鶴見川左岸川口付近に位置する。面積は2.305平方キロメートル。JR 鶴見線弁天橋駅付近の水路を境に、 西が一丁目、東が二丁目となる。全域が工場等で占められ、1.2丁目とも人口はゼロである。南は海に面し、東は朝日運河を挟みやす全町、西は鶴見川を挟み、生麦二丁目及び大黒町、北は鶴見線を境に、小野町、弁天町に接する。神奈川県道六号東京大師横浜線には鶴見川を渡る。 鶴見大橋がかかり、その上部には、首都高速神奈川1号横羽線の高架橋が通る。鶴見線には町内に、浅野駅、新芝浦駅、海芝浦駅、弁天町の東町隣接地に、弁天橋駅が設けられている。このほか、川崎鶴見臨行バスが、鶴見駅東口と一丁目南部のフレーユ、川崎駅東口と二丁目の新芝浦駅近くの、 東芝京浜を結ぶ路線バスを運行している。1914年から1915年より、鶴見埋立て組合により埋立てが始められた土地で、1916年に1丁目の一部、1922年に2丁目に相当する部分が竣工した。1916年10月15日に、神奈川県吉樹郡町田村あざ末広の地名が付けられた。末広の名は、 鶴見埋立て組合創業者の浅野総一郎の家門から取られた。町田村は1923年4月1日に牛尾田町に改称し、1925年4月1日に鶴見町に編入。1927年4月1日には横浜市に編入。同年10月1日には区政施行により横浜市鶴見区末広町となる。1916年に 朝の造船所と朝日ガラスが創業を始めた。1923年9月1日の関東大震災では工場二棟が火災を起こし、社宅の多くが倒壊した。1925年には芝浦製作所が開設。1926年3月に浜川崎駅と弁天橋駅の間に鶴見臨港鉄道が開通。1930年10月には 弁天橋駅から鶴見仮停車場まで延伸。1932年6月には浅野駅と新芝浦駅の間の支線が開通。1940年11月には海芝浦駅まで延伸した。鶴見臨港鉄道は1943年に国有化され国鉄鶴見線となり、1987年には民営化により東日本旅客鉄道の路線となっている。 第一次世界大戦後の不況対策として、神奈川県の事業で1929年から1932年にかけて一丁目の南部の埋め立てを拡大した。この土地には、芝浦工作機械や、鶴見ソー田などが進出した。二丁目には、昭和に入り共同国産自動車が工場を開設した。第二次世界大戦での空襲の被害はわずかであったが、一部の 工場は米軍に接収された。1995年4月には一丁目の南端に横浜市環境事業局鶴見工場が稼働を開始。翌1996年7月には余熱を利用した温水プールや温室を備えた高齢者保養研修施設フレーユがオープンした。2000年に理科学研究所横浜研究所が発足、環境資源科学研究センター。 統合生命医科学研究センターライフサイエンス技術基盤研究センターが開設された。翌2001年には横浜市立大学鶴見キャンパス生命医科学研究科が開設され利権と連携した研究を行う。2017年6月には1丁目の浅日ガラスの敷地内にユーグレナによるバイオジェット燃料実証プラントの着工が予定されている。 ありがとうございます。